双子じゃないで。友達やで、マーラシンヌです。はい。今日の企画は、女子がご飯デート OK した時に思ってることを紹介していきたいと思います。はい。男子から、夜ご飯行かんとか、うん、まあ、お昼ご飯ランチ行かんって誘われて、女子がいいよって思った時に思ってること、何でもいいです。はい。そう、男子に向けてでもいいし、うん、自分のこれ、みたいなんでもいいし。あ、なるほどね。はい、書いていきましょう。何時まで？あ、これは何時までそれご飯行ったら一緒におるんやろっていうのはさぞ結構考えちゃう人で、うん、例えばお昼ご飯に誘われたとしたら、うん、お昼ってことは、うん、その後に予定を入れてもいいものなのか、うん、あー、なるほどね、うん、え、こうやって開けといた方がいいパターンってのもあるし、あ、まあ、好きな人やったら絶対開けとくね、うん、でもどっちでもいい人、うん、なんかワンチャン恋にも発展しそうやし、あ、ワンチャン友達が行くそうみたいな時はもう、どうしたらいいかな、夜やったとしたら、うん、待って、集合7時ってことは普通にご飯食べても9時やろみたいな、何時に帰んねんみたいなのはなる。あ、なるほどね、うん、9時からもう一軒行くの か、それとも帰るの か、 帰るのかみたいなのもちょっと考えるかな。あ、なるほどな。考えたことないかも、意外と。ほんまに。え、でもなんかランチまでって考えるのはなんか脈出しの人に考える。あんまり友達やと思ってる人に誘われたら、うんうんうん、とりあえずこの後予定入れようと思って、あ、外出て、そう、言い訳作る。そうそうそう、うん、例えばな、うん、目玉で行くんやったら、まあそこまで行くってことはその後用事作ろう、うんうんうん、ご飯だけで行こうっていうのを頭になる。うくない、これ思うくない？うち、ん、思うねんけど、何日決まりましたってなった時に、待って、服ないやん。一週間前とかやったら、この日に服買いに行こうって。あー、それはもう。え、これは好きな人の場合だ。あ、まあ、そうやな。好きな人やったらもう服、新しいの買いに行く。絶対に。でも時間なかったらもう ZOZO で気にしていく。うんうんうん。またこれ着てんのとか、思われへんと思うけど、え、気にしちゃうよな。気にするよな。着てるの時着たくないもん。シャツはもともと物欲お化けやからさ、うん、洋服に関して、うん、結構被るってそんな少ないねんけど、誰かとご飯行くみたいな時、うんうん、それでも好きな人とかってなって、うん、その場所に合う服ってあるやん。あ、わかるわ。がないなって思ったら買いに行くな、うん、あと好きな人のタイプのなんか服が持ってなかったら、わかる。なんかカップルで、うん、服装の系統を変えた人の方が惚れてる人みたいな。ご飯食べに行く場所ってことやねんけど、まあ、さっきもちょっと服の時にチラッと言ってんけど、うんうん、場所によって服変えたい人やねんな。あ、わかるで。ちょっといいとこ目なんか、あ、ガチ居酒屋なんかみたいな感じで変わるタイプで、うんうん、特に自分ってちょっとお酒飲むから、ワンチャン寄ってこうしても大丈夫な服とかもあるし、焼肉やったら匂いついてもいい服っていうのもあって、あらかじめ言ってくれた方がさつは嬉しい。あ、わかるわ。場所は言ってほしいよな、でも、うん、ご飯行こうみたいに言われてからなんか日にち決めようってなるやん。だったらさ、じゃあ9月いつ空いてるみたいな話になるやん、うん、言ってって思う。なんか何日何日、まあ3つくらい手配して何日空いてる、うん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 、みたいな、こんな空いてる日あるみたいな、うん、それさ結構候補くんのってめんどくさいやん、うん、なんか、あ、どこ空いてたっけなみたいな、うん、夜か昼かどっちにしようとか考えなあかんやんっていうのがだるいから言ってほしい。あ、とりあえず向こうの空いてる日教えてほしい、うんうん、好きな人やったらやるけど、これから発展しそうぐらいの人やったら、うん、なんかまあちょっと面倒いなって思っちゃうから、うん、そっちが行きたいと思ってくれるんやったら、そっちが予定の日にちを3つぐらい出してくれたら嬉しい。なんか1個ずつ言われたらだるいけどな。この日行ける、あ、この日無理、この日行ける、この日無理ってなってくるから、それは確かにめんどくさいから、何日の何時何日を何時何日を何時とかの方がちょっと楽。美容室行かな。髪色がまあ茶色っぽく、まあこれぐらいでも今好きな人に遊ぼうみたいな、まあお出かけみたいなったら髪色染めるよ。そうなんよ。髪色は染めないよね、若干明るいやん。だからこそなんかさ、汚い色がさ、あ、さ染めてもっと明るい人とかやったらすぐ色落ちするから、めっちゃ明るい時はデートの日の2日前ぐらいに行って、で、その日ってさ、なんかさ、お風呂入ったらあかんって言われるから、髪の毛流したらあかんって言われるから、まあ、ここじゃなくて、次の日ぐらいの人が。あー、なるほどね。で、美人会行く。それ系とやったら、さ、それかも、お顔剃り。あー、結構いるかも。お顔っていうの気持ち悪い。お顔剃りって。顔剃り結構いるかも。なんか、それだけでワントーン上がんのよな、その顔の毛がなくなるだけで。いいよな、ワントーン。そうそうそう。やし、めっちゃ化粧のりも良くなるから、それこそ2日前ぐらいに、な人やったら行こうって思う。
生理のタイミングと被らんかなとかはめっちゃわかるわ。ちょっと心配してます。しかもちょっとありやなって思ってる人やったらさ、うん、余計にそれ考えるくない、うん、ご飯の後もしかしたらのことも考えての生理っていうのもあるし、うん、ただ単に自分がしんどい時にそんな行きたくない、うん、ご飯に。あー、なるほどね。っていうのがあって、うん、あーちょっとこれ生理2日目と被ってそうやなーとかなると、自分そっちに集中して楽しめなさそうとか思っちゃう。生理 1,2,3 やったら、うん、うわーちょっと萎えるわって思う、うん、なんかそこの日に被りたくはないわって思うのと、シンプルにありな人やったらそういうの発展した時に断りにくい。あ、確かに。いい人やったら別に断りたくもないっていう感じもあるかもやから。余計に嫌やね。うん。二人？これさ、重要じゃない？なんか、うん、みんなで、なんか遊んでる感じやったら、え、二人なんかなっていうのもあるし、あ、そう、逆にそれで、なんかどうなんやろって思ってる時に、え、二人で行きたいってなったら、ニワニチャニチャするし、そこって重要な、二人か一人か。一人か二人かみんなか。みんなかな。そう、自由やなって思う。うんうん、みんなもみんなで、まあ今なっちゃうし、なんか楽しそうやなとか思うけど、一、うんうん、人は二人でまたいいなとか思ったり。あんまり好きじゃない人に誘われたら、一個二人かみんなか問題。違う意味でな。みんなやったら、あ、じゃあ行こうと思うけど、その人って、うん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 。けど、二人って言われたら、こういう風に見てたんかって思って、ちょっと引いちゃう時もある。確かにな。ごめんけど、誰で行くやみたいな言われたら、好き？いや、まず、それは勘違いするよね。え、そうやんな。え、よかったよかった。急にご飯好きって思っちゃう。なんか、今までずっと仲良くて、そういう経緯があってご飯誘うとかやったらいいけど、うんうんうん、けどさ、そういうのもあったとしても、好意が伝わるよな、急に。うんうん、確かに。だから、好きってなるよ。でも、誰でも思っちゃうかも。え、好きってなるかも。私のこと好きって。絶対にないみたいな人やったら思うね。うんうんうん、けど、最近知り合ったみたいなとか、なんもないやんっていう人やったら、え、好きってなるやろ。気になってる。何の話？これは何の話しよう。わかるわ。これ結構自分、マシンガントーク派やねんけど、だいたい二人で遊ぶことって自分そんななくて、うんうんうん、大人数で遊ぶことの方が多いよ。あ、で、まあ大人数おる場所ではツッコミ役回ったりとか、うんうんうん、結構バーって話す役回ったりとかしてるけど、この人と二人で遊びに行くってなったら、何の話がいいんやろみたいな。まあ、めっちゃ思うかも。考えるもんな。何の話をするために、うんうん、これを呼ばれたんやろって思うよな。てか続くかなって思う。わかるわ。いつもみんながおるから続いてるけど、うんうん、2人ってなったら、え、いけるみたいな。え、どれくらい考えてるんやろそっちって思うよな。こっちそこまで考えれてないから、そっち頑張ってもらわない、うんうんうん、意外とデート当日になったら大丈夫やねんけど、それまで、え、大丈夫かなあの人と2人って結構、うん、何話すみたいなことは何回かある。今まで出た中で、はい、一番誘われた時に思うこと、うん、何や、何言ってた。いっせーので、何の話。あ、それなんかうちは直前で思うかも。あ、直前で思う、うん、服買いに行かなとかも思うし、服何着ようっていう感じ。好きとなるんだけど、ね、あ、好きと、うん、好きかも。私のこと好きかも。そうそう。でもその頻度より服の方が頻度は高いなって思った。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。